3つ目こちらです、はい、じゃん、演劇も映像も両方できるコヨーテに、はい、ということで、はい、最近フェイスブック亀井さんの拝見してましたら、はい、なんか映像という言葉がね、はい、随分出てくるようになりまして、やっぱここから先になりますとこういう話になってきます、ね、はい、うん、映画はずっと芝居始める前から作りたくて、はい、でも僕にはお金がなくて、映像ってやっぱりねお金かかるからね、うん、まあ大人になってもお金がないままにえ、でももう作ろうとしてるんですか。そうです、もう、もうここで作らなきゃダメだと思いました。あ、はい、ショートムービーは何度か作りましたけど、あ、ショートムービーではやっぱりちょっと、うんうん、勝負できてないなというのもあり、うん、ちゃんと映画館に見に行こうと思う、うん、映画って長編じゃないですか、うんうんうん、大体、はい、だから長編作りたいな、どうやってお金集めようかなと今、はい、計画を練っている時なんですけど、まあ僕映画が作りたいからお芝居をやったっていう感じでもあったので、あ、まあ、お芝居やって、いろんな人と出会えて、で今たまたま小林雄大という人間と、うん、小林雄大さんって言うんですって、一緒に、はい、もうやっちゃおうよみたいな感じになったので、うんうんうん、ちょっと命かけちゃおうかなと。うーん、男らしい共同監督みたいなの。そうですね、共同監督で、ね、本は脚本は僕が書いて、はい、コヨーテの旗揚げ公演だった作品を、うん、映画版に、うん、もうラストとかはもう全然違うものになったんですけど、うん、まあお芝居ってやっぱりセリフをいっぱい喋んなきゃいけなかったり、はいはい、そうか、そう、映像だったらもっと映像に語らせられる部分も、映像で語らせられるんで、うん、いらない部分をなくしたり、まあ映像だからこそのイメージをお客さんに委ねた方が楽しいんじゃないかみたいなのもあって、うん、演劇はどこを見てもお客さんはいい、構わないので、はい、ある程度説明が必要だったりしてしまうので、まあ、映像はここ、ここって見てもらって、うん、カメラでね、ここを見てほしいところにズームインできるから、ね、はい、それで、うん、まあ、もっと想像力をかきたてる感じにしたい。ざっくりどんなお話って聞いてもいいですか。あ、ざっくり、はい、空き家に勝手に住み着いて、うん、ホテルにしてお客さんを呼ぼうとするんです、うん、そしたら幽霊ばっかりお客できちゃうっていうそれ言っても大丈夫ですか大丈夫です。あ、本当、あの、まあ、肌揚げ公演を書き直したということなんですけど、はい、もうそこだけ聞いてもちょっとワクワクしますね。そうです、ホラーじゃないんですけどね。ホラーではないな、それがもうすぐ始まる。クランク、クランクインはできれば3月の末、うん、うん、雪が、お金の問題で雪が溶けるまでに伸びるかもしれないって。ああ、そうなんだ。総工費とか聞いてもいいですか。うん、まあそんなにすごいお金じゃないですけど、うん、すごく切り詰めて、うん、公表する金額が多分300万予算ぐらい。そうですか。いや、それぐらいの数字言っといた方が、もしかしたら札幌市内の企業さんとかがね、ですよね、これでなんか2億とか言ったらどうすんだとかなるけど、300万とか言ったら、はい、あ、それじゃあちょっとうちも社会貢献方々、そうですね、エンドロールに名前のんのもいいんじゃないみたいな企業さんが出てくるかもしれない。ぜひぜひ嬉しいですね、それは。ね、そうですよね、はい、ということで300万なんだったら、それは500万ぐらいでできたらもうちょっと余裕があってできるかもしれない完成までは多分300万円、ね、ああ、そうなんですね。そっからこう、うん、宣伝していく、あ、はい、のが、うん、多分倍かかるんじゃないかな。ああ、そうなんだ、映画って、はい、大変です。そうですよ大変なんです。なので、あの、本当に、福津もファンなんですが亀井さんがどんな映像を作るのかというところが楽しみだし、あの、初の長編ということですから、ぜひまた、あの、一緒に応援団がね、はい、サポーターが出てきてくれるといいなと思います。一、はい、人1000円でも嬉しいです。 そしてこれからは映像と演劇の両方をやりできるコヨーテにということで、はい、スタッフがかぶり、あの、役者さんはね、映像やってたり舞台やってたりっていうような、うん、そうですね、普通の芸能人の方でもいますけど、はい、確かにスタッフのことを考えたら、はい、両方やってるってあまりないですもんね。ないですね、うん、まあ、やる仕事も全然違うので、うんうんうん、
それはまあいないとかっていうのもあるんですけど、お互いの業種同士が見合ってもいないというのも寂しいなと思って、はい、なんかもっと交流があった方が、うんうん、面白いことができんじゃないかなと、うん、まあ、僕時々 CM に出させてもらったりとか、うんうんうん、はい、映画に出させてもらったりとか、はい、でも僕は芝居をやってたりとか、うんうん、ちょっとまあなんか僕はいい人たちに囲まれてたので、うん、コミュニケーションを取ってたりとかしますけど、はいはい、なんかちょっと寂しいんですよね、うん、演劇って大抵みんなあの札幌って劇団何個あんのみたいな、はいはいはい、何個って50個以上だよと思うんですけど、そっか、その人知らない、何も知らなかったり、うん、意外と接点がありそうでない、だから両方できたらもっと本当に札幌オリジナルの、はい、なんかそういう団体になれるかもしれない。そうですね。うん、そして僕にも CM を作らせてみたいな。なるほど。かっこいい CM 作っちゃうけど。へえ、神さん言ってますよ。そんなわけでですね、あのこれからの話というところでも伺いました。今年忙しくなりそうな亀井さん。そうですね。はい。はい、お嫁さんももらったし、映像長編も作っちゃうし。作っちゃうし。ますます忙しいし。これ作ったら私はコヨーテのお芝居もやっぱりやってほしいし、お芝居も一応やる予定は、お芝居も、はい、で、うん、テレビ CM ももっとあの仕事ガイドの派手な映像も楽しみだし、もうすぐ多分、うん、はい、劇団コヨーテの名前を今日はまたね覚えていただければと思いました。お願いします。今日のゲストは劇団コヨーテ代表の亀井健さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。さよなら。さよなら。さよなら。